はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい。えーとですね、生チョコポンズさんですね。えー、例のね、えー、匂いと、ね、例のあれですね、例のあの、死への匂いですね。えー、匂いの種類とね、はい。種類と、あの、像のキーのね、関係をまとめてくれています。はい。えー、これとっても参考になると思います。 えー、ぜひぜひ見に行ってください。よろしくお願いいたします。はい。まあ、いろいろあってね、あの、柔軟剤の匂いとか、あとトイレの方向剤の匂いとか、えー、あとね、なんて言うんだろう、ツーンとくるね、塩素系の匂いとか、 いろいろあるんですよ。私結構これはわかります。はい。あとね、最近なんですけど、これは書いてないんですけどね、私の感想です。えー、雑談でございます。はい。お許しください。えー、昨日なんですけどね、えー、ちょっと気がついたことがあったんで、皆さんとね、お分かちしたいと思いました。はい。実はあの、私あの、例のね、 あの、自分で作ったね、あの、トレーナーと T シャツを、えー、頼んだんですけどね、運んぎさんと私の。はい。えー、それをね、あのー、多分、佐川急便かなの方が、あー届けてくれたんですよ。で、えー、いつものようにね、玄関のところに置いといてくださいって言って、えー、まあ、しばらく時間が経ってから行ったんですけど、はい。 えー、いつも嗅ぐような香りではなくて、ちょっと変な香りが残っておりました。えー、なんて言うかな。卵の腐った香りです。はい。卵の腐った香りです。いわゆるね、えー、温泉に、まあ温泉、硫黄の温泉ですね。 硫黄の温泉に入ったことのある方だったらわかると思います。あの香りです。はい。卵が腐ったような香りです。硫黄ですね。硫黄系のあの香りが、まだ、はい。まあ、それでもね、かなり経ってから、まあ、30分ぐらいかな。立ってから行ったんですけど、残ってました。その香りが。硫黄の香りです。はい。卵の腐った香りです。はい。 えー、湯の花の香りと言ったらいいんでしょうかね。何なんでしょうか。すごい香りがまだ残ってました。ああ、で、お腹が今でもちょっとおかしいです。はい。えー、まあ、そういう感じなんですね。まだ30分じゃちょっと足りないかな。1時間ぐらい放置しないといけないかなって思ってます。はい。えー、それでなくても昨日はね、ちょっと天気が良かったんで、 えー、紫外線もね、こう、紫外線って、あのー、結構殺菌してくれるんですよ。はい、えー。なのでね、紫外線も当たってたんで、大丈夫かなと思って30分ぐらいでね、えー、取りに行ったんですけど、あ残ってましたね。はい、えー。しかもなんか今まで嗅いだことのないような香りでした。はい。えー、硫黄の匂いです。はい。いわゆる卵の腐ったような香りです。 えー、それからちょっとお腹の調子がおかしいです。はい。えー、まあね、えー、最近ずっとね、あのー、アメスピもね、ちょっと弱めの方を、えー、まあ、買い、買い足してしまったものが弱めのだったんで吸ってるんですけど、弱めじゃないの方がいいかもしれない。ライトじゃない方がいいかもしれないなと思ってます。はい。えー、そんな感じですね。 今でもちょっとお腹がちょっとおかしな感じになってます。はいえー、皆さんお気づきになられた方いらっしゃいますでしょうかもうなんかね、なんかおかしいんですよ、本当に。はいえー、柔軟剤の香りでもなく、はい、両、えー、全部わかります、はいえー。柔軟剤の香りでもなく、えー、混じったような香りがする人もいますね。柔軟剤とあの塩素系の香りがね。 はい、えー。そういう香りばかりではなく、最近ね、えー、気がついたのは、あまあ昨日ですけど、えー、卵の腐った匂いがしました。はい。えー、そういったもしね、方いらっしゃったら、ぜひコメントいただきたいです。あと、たまにね、ドブの香りがするっていう方いらっしゃるんですけど、まあ、脇がでもドブの香りするんで、えー、まあ、沖縄暑いんでね、 はい、えー、今日も25度ぐらいにはなるんじゃないかなと思います。はい。えー、あったかいです。はい。えー、で、長袖の T シャツ1枚でもああ、ちょっと暑いかなっていうぐらいなんでね。はい。まあ、そんなこんなでございます。とりあえずね、えー、皆さんね、えー、何か匂いの変化に気がついた方、 あどうぞ、コメントをいただければ嬉しく思います。ということで、こちらの匂いに関する記事もどっかにぺったんこってしておきますので、皆さんどうぞ見に行ってください。よくまとまっていると思います。沖縄おばばでした